ございます。けいです。台湾3日目の朝でございます。今台北にいるんですが、今日はね淡水ってところに行ってみようと思っております。でまだね朝の9時ぐらいなんですけれども、うちの母がねからすみ食べたいなっていうリクエストがあったんで、ちょっとまずはからすみを買いに行こうかなと思います。でからすみって台湾でもかなり高級食材でお値段も高いみたいなんですけれども、調べたらねこのホテルの近くに敵化街っていう通り町があるみたいで、そこはね問屋街になってるみたいで、かなりねお安くからすみが買えるお店があるみたいなので、ちょっとねそちらの方に行ってみようと思います。じゃあ行ってみましょう。朝食まだね食べてないので、このミルクピーナッツスープをいただこうかなと思います。いただきます。やっぱ台北は朝から車とかバイクとかめっちゃ走ってますね。今日ねまだ天気は悪くはないんですけど、12時ぐらいからちょっと雷雨マークがついてるんで気になってるんですよ。淡水行ってる時にねちょうど雨やられそうな気がするんで、ちょっと早めに行こうかなと思っております。この辺りから敵化街になるんですかね。一応バス停は発見しました。繊維を扱ってる市場がありまして、で僕が行きたいお店はこちらの路地に入ったところにあります。こちらがそのからすみのお店、四条ハオって読むのかな。ちょっとどんな感じか見てみようと思います。からすみ以外にいろいろ売ってるみたいですね。でこちらがからすみで、今ね買ってきたんですけれども、ちっちゃいサイズで650元でした。ちょっと今値段計算できないから字幕で入れます。四条ハオの店員さんすごいね日本語上手なんで、観光客いっぱい来るんでしょうね。なんで何も心配いらないで買い物できます。安心してください。この問屋街、周りの建物もすごいなんか味がある、映画に出てきそうセットみたいな。ちょっとせっかくなのでこのヨンロシーチャンかな、読み方入ってみようと思います。チャンパンからめっちゃ見て、すごい人が並んでる。市場の中はお食事とかもできるみたいで、新鮮な果物も売ってますね。あ、やっぱ台湾といえばパイナップルですよね。野菜とかも売ってますね。あ、いろいろあるんだね。市場の中はね観光客も地元の人も両方こういるような感じでしたね。完全に観光向けなのか、ちょっとそのお店とかやってる人向けなのか、普通の人向けなのかはちょっとよく分かんないけど、雰囲気はすごい良かったです。僕の好きな台湾ドラマで料理が冷めないうちにってネットフリックスとかでも配信されてるドラマがあるんですが、本当それのロケ地に来たみたいこういう雰囲気なんですよね。素敵だ。今までざっと見たところ、からすみ以外にも薬とか漢方なのかな、あと他の食品とかいろいろ売ってました。なんかね買うものなくても別に建物の感じも素敵だし、それ見るだけでも行く価値あるんじゃないかなと思います。この壁画アート、飛び出てる立体的になってるのがあります。近かったんで川を見に来ました。遊覧船とかもあるみたいです。今日行く淡水はずっとねここを北上していくとあるみたいですね。台北から地下鉄でだいたい30分ぐらいで聞いてます。台湾を自転車で一周することをこのなんて呼ぶのかな、台島
なんですけど、これチェックポイントみたいですね、ここ。ちょっと自分もいつかやれたらいいなとは思ってるんですけどね。どんぐらいかかるんだろう、台湾一周チャリって。ちょっと想像もつかない。ちょっとパッと行ってパッと帰るつもりが、思わず散歩してしまったので、ちょっとホテル戻ろうかなと思います。台湾あるあるなんですけど、この秒でカラオケとか流したりするのすごいよく見かけます。本当にのどかな日常の光景、羨ましいな。